Twitter で日本時間の9日午前、一部の利用者がサービスを利用できなくなる障害が発生した問題で、ウォールストリートジャーナルはイーロン・マスク氏が Twitter を買収して以来最大の障害の一つと報じました。インターネットサービスの通信障害の状況を公表するダウンディテクターによりますと、利用者が投稿しようとすると。 一日の制限回数を超えたと表示されたりフォローができなくなったりしたということですこれを受けマスク氏はサービスを安定させるため新たな機能の開発を止めるよう指示したということです